はい、みんな、わしやで、熊五郎のおもちゃ箱へようこそ。さあ、本日紹介しますフィギュアはね、前回紹介しました、こちら、海洋堂さんのね、ノンスケール半身像の、ね、ラオウ。ね、来ましたね、ラオウ。ね、ケンシロウのお兄ちゃんですね。ケンオウとも言いますね。これがね、もうね、一応ね、この二つを買ったんですよ。ケンシロウとラオウと。この二つを並べたら、まあ、かっちょいいということでね。早速、こちらの方もね、紹介していきたいと思います。では、やってまいりましょう。はい、それではこちらの方、紹介させていただきます。こちらの方はね、海洋堂さんのね、作成されました、ノンスケール半身像、世紀末発射、剣王のね、ラオウの、フィギュアとなっております。材質はポリストーンのね、塗装済みの完成品でございます。原型製作は松浦健さん。そして原型塗装は矢竹義則さんですね。うん、そうです。ねえ、まあ、ケンシロウの時もね、ちょっと紹介しましたけどね、なかなかこの松浦さんっていうのはもうこの造形界の中ではかなりね、すごい技術力のある方みたいですね。やっぱりね、このラオウのね、造形一つ撮ってみましてもね、いや、美しいですね。このマントを翻す男らしさがね、もうたまんないですね。ほんでね、このマントがね、なかなかいい仕事をしてるんですよ。この胸像のフィギュアをね、するにおいて。さあ、皆さん、ね、左手が隠れてるけど、マントでこのボリュームを補ってるっていうね。いや、すごくね、上手な使い方をしておりますね。さあ、じゃあね、また細かいところも見ていきましょう。さあ、では行きましょうか。ちょっと前回ね、ケンシロウの時お話ししなかったんですけど、ここのね、台座がまたクオリティすごいですよね。あ、ここちょっと欠けちゃったんですけどね。で、やっぱこのね、やっぱ塗装もすごいいいんですね。この肌の質感とこの服の質感が全然違うんでね、このね、異質なね、塗装の再現がすごくね、このフィギュアに説得力を持たせてますね。そう、この金属部分もね、まるで金属のようなね、塗装とね、造形が凝らせてますね。素晴らしい。ねえ、この力強い。出ました。脇の下の血管もまあ、いかついですね。あれはたまんないですよ。ね、力強い腕。さあ、そして皆さん、ちょっとね、皆さんに報告しなければなりません。はい、こちらのね、ポリストーンね、で作られたラオウですね。まあ、ポリストーンっていうのはね、細かい造形ができる反面ね、取り扱いが非常に、大事にしなきゃいけないですね。もう割れやすいんですね。言うたら石膏に近いもんでね。ということで、熊五郎ね、これ本当にね、高さ1メートル以上から落としちゃいましてね、悲しいことにラオウのフィギュア、こちら一回バラバラになっております。で、まあ一応こちらの方ね、ちょっと接着剤等で放って、させていただいたんですけど、やっぱどうしても継ぎ目が目立っちゃうね。ね、皆さんもね、このお湯をね、ポリストーン製のフィギュアを扱うときにね、落としたら一巻の終わりってことだけは覚えておいてくださいね。熊五郎のようになっちゃいけませんよ。さ、それではね、ちょっとご尊顔を見てみましょう。うわぁ、すごいね、この顔。ねえ、すごい迫力。ね、食べられちゃいますね、ここ。やっぱこのね、ラオウっていうのはね、この陰影のあるね、彫りの深い顔してますからね、フィギュアにした時にすごく映えますね。この陰影がついたところがまたかっこいいんですよ。素晴らしい出来でございますね。じゃあね、せっかくね、今、ラオウとケンシロウがありますからね、ちょっと二つ並べてみましょうか。はい。ということで、ケンシロウをちょっと並べてみました。
やっぱりちょっとね、北斗の兄弟を並べるともうフィギュアの説得力がもう段違いに上がりますね。この他にもね、トキとね、ジャギもいてね、北斗4兄弟で数える共存なんですけどね。ちょっとまあ熊五郎としてはもうラオウとケンシロウの2つで満足してますね。じゃちょっと回してみましょうか。ね。最近熊五郎もね、とうとうこの回転版を購入させていただいたんですけど、これはいいですね、本当にね。なんか映えるね、フィギュアが。ね。やっぱりちょっとね、このね、胸像のフィギュアはね、もうラオウとケンシロウ二対一体で飾りたいところですね。まさに合うんですね。なんとも美しい兄弟だ、こりゃ。本当に。じゃあね、またね、こちらの方もね、熊五郎の収物集にね、加えていくということでね、またね、もしも登録者が300人超えた時にね、またね、私のフィギュアコレクションケースの中身もね、また改めてお見せしたいと思いますので、また皆さん今後ともご声援とよろしくお願いいたします。では、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。チャンネル登録よろしくお願いします。